ターミナル駅、ターミナル駅とは、鉄道路線の末端に位置する、鉄道駅である。終点、終端、端末を意味する単語、ターミナルに由来する。路線及び列車運行の発着点であり、本来は、駅から路線が片方にだけ伸びる形であるため、東端式ホーム、行き止まり式ホームが用いられることが特徴である。世界最大のターミナル駅として、 ニューヨークのグランドセントラル駅が知られる。欧米の大都市では、数箇所にそれぞれ別の方向に向かう都市間路線のターミナル駅があり、市内中心部においては、路線バスや路面電車、地下鉄等がそれらの間を結ぶという方式がよく見られる。鉄道が陸上交通の主役であった時代には、ターミナル駅は都市の玄関口としての役割を果たしが、 特に都市間を連絡する長距離列車を主体とすることが多かったヨーロッパの鉄道では壮麗な歴史主義様式の駅舎が立ちホーム上には巨大な屋根トレインシェットが掛けられ乗降客に強い印象を与えた映画や絵画の題材ともなりタイトルにも使用されるイタリア映画ストツヨネターマナイ、日本語題、終着駅など芸術で 呪状的に語られる対象ともなってきた。歴史的な駅舎は低層建築であることが多々あるため、近年の再開発により文化財が失われたり、周辺の商業機能を衰退させたりすることが問題となっている。これに対して、日本の大都市では、特に JR の場合、路線の終点、起点であっても他の路線に接続するため行き止まり式の駅は少ないが、口実するように、 そうした両方に路線が伸びる形の駅内市は、路線の中間に位置する駅であっても、列車等の集積点となる駅、各種交通機関の結節点、ハブとなる主要駅をターミナル駅と呼ぶのが一般的である。駅設備としては地下鉄、路線バス等の各種交通機関が多数乗り入れるため、駅前広場や連絡改札といった乗り換え施設が整備される。 特に主要都市の中心となる駅は、他方面から集まる旅客、荷物をその目的地に応じて円滑に振り分けるハブ機能が求められ、旅客の待合設備、荷物の保管機能、荷役設備、列車やバスの車庫機能など、ターミナル、ハブ駅として充実した機能を有している。本来は、終着駅と同義語であったが、日本の大都市では JR を中心に行き止まり式の、 主要駅は少なく、さらに私鉄でも地下鉄との相互乗り入れなどによりその数を減らしてきている。ただし、終着駅としてのターミナルはまた列車等の木、終点であるという性質から、前述の通り列車等の集積点ともなり、これが転じて、今日の日本の都市部では、線区もしくは営業運行上の気終点駅、終着点でなくても営業列車等の集積が見られる駅を指して、 ターミナル駅という語を用いるのが一般的である。路線上は中間駅であっても営業上期終点となる駅の例として、函館本線札幌駅、中央本線新宿駅、鹿児島本線博多駅などがある。なお、貨物駅の一部には貨物ターミナル駅と称する日本の鉄道駅貨物駅を参照駅が存在する。貨物駅は二役作業を必要とするため、 行き止まり式の駅が一般的であったが、着発線二役方式の登場によって、神戸貨物ターミナル駅のような鉄道路線が駅を貫く貨物ターミナル駅も増加している。ターミナル駅の駅舎は、駅舎を大規模化し商業施設など駅機能以外の機能を持たせていることがある。このような駅舎は、駅ビル、ターミナルビル、ステーションデパートなどと呼ばれ、郊外の沿線住民を集め、 消費を拡大し、収益の増加を図る仕掛けとなっている。阪急電鉄の梅田駅が駅ビルの第1号である。日本と同様、台湾では都市の中心となる駅に特別な名をつける習慣はなく、通常はその都市の名をそのままつける。ウクライナではターミナル駅はバグザールと呼ばれ、スタンツィアと呼ばれる、普通駅とは言語上で明確に区別される。 以下は主要なバグザール。アメリカ合衆国やカナダでは、並行する施設が多いため、旅客ターミナル駅として、ユニオンステーションと呼ばれる共同使用駅を設置する場合が多く、各主要都市に存在する。もう参照。一方で、鉄道各社が、それぞれ独自のターミナル駅を持つ場合もあり、例えばニューヨークでは、ペンシルバニア鉄道のペンステーションと、 ニューヨークセントラル鉄道のグランドセントラル駅に大ターミナルが存在している。またシカゴでは、ユニオン駅の他にノースエスタン駅、ランドルフストリート駅、ラサールストリート駅、シカゴグランドセントラル駅の、計6つの旅客ターミナルが過去存在し、うち最初の4駅は2014年現在も、長距離列車のアムトラックや近郊列車のメトラの始終、着駅として現役である。 これら鉄道会社別のターミナルの存在は、鉄道前世紀に一駅だけでは扱いきれないほどに、列車が集中していたことが一因となっている。しかしながら、1971年に、米国内の長距離旅客列車の大部分が、アムトラックに集約されてからは、これらの会社別に、存在したターミナルも一つの駅に集約される、傾向にある。2014年現在、 長距離ターミナルとしての役割は先日のニューヨークではペンステーションにシカゴではユニオン駅にまとめられている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。